さあ再び試合がまた振り出しに戻りました。西田やった西田、今日2点目、苦しい時にチームを救う、これが西田号、今日2ゴールです。まだまだやれます西田号。大西さんが気をつけていきたいなと言っていた群馬の時間帯でもありますが、そうですね、真骨頂ダイビングヘッド、全体がちょっとね守備が緩くなってしまうと、こういうことが起きるんですよね。あ、庭からのアシストですね、はい、ヨソンヘはついてはいましたけれども、ちょっと開けてしまいました。